ではここからは多種選択式についてやっていきたいと思います。多種選択式なんですけれども、今年の特徴は論理的に語句を当てはめていくというところにあるかと思います。今までの多種選択式はもうもちろんあの論理的に見ていくという、 こ部分もあったんですがどちらかというとそこに当たる語句を知ってるのかどうかそのキーワードを知ってるのかどうかで選択させるという要素暗記が強かったと思います、えー、例えば、まあ、ここに出してるのは今年の問題ですけれども、えー、昨年の問題43、えー、仮の義務付け訴訟の要件などを聞いてきました、えー、償うことができない損害というね、えー、キーワード要件が入るかどうかそれを知ってるかどうかを問う問題 今回はこれは旭川学庭訴訟の判決ですで朝日川学訴訟は、えー、子どもの、えー、教育内容を決定する権能はど誰が持っているのか、えー、国家なのか国民なのか国家にあるとする国家教育建設と国民側にあるとする、えー、国民教育建設で、えー、それに対して最高裁はどちらも、えー、偏っていると、えー、国 は相当必要かつ相当な範囲で教育の内容の範囲を決定することができるという結論を言ったわけです。で、この判示自体、その今まで下級委で対立していきました効果教育建設と国民教育建設の対立を前提に。 最高裁が言ってる本当の結論の部分はまあよく読むわけですが今回はその結論部分ではなくてそののの前段階の議論の部分を出してきてきますでこれはまあもちろん判例はできるだけ長く読んだ方がいいわけですけれどもおそらくここは読んだことはないであろうということを想定して作った問題といきなり読んでも語句が論理的に読み取って入れるかどうかを問うた問題だと私は考えております。 さて、て実際に見ていきましょう。1の見解は子どもの教育は親を含む国民全体の教育の関心事であり教育制度はこのような国民の期待と要求に応じて形成実施されるものであってそこにおいて支配し実現されるべきものは国民全体の教育意思であるがこの教育意思は議会制民主主義の下でおいては国会の法律制定を通じて具体化されるべきものであると。 したがって、まあ、そういうものだから法律は当然に公教育における何とかについても、まあ、包括的に定めることができるとまたこれはまあここと並列の話ですね、えー、教,教育行政機関も法律の受験に基づく限り広くこれらの事項について決定権限を有すると主張すると、えー、ここまでちょうど国家教育建設ということになります。でこれに対し 他の見解はまずこの当てはめの言葉ですがまず「あ」は何だろうと、まあ、すぐ考えるのではなくてですねちょっと初めに一番最初やるべきことは「語句をまず全部一別最初にしておくということです。 穴を見てから下に何か,何か当てはまりそうなの何かって探すよりも最初に自分の手持ちのものは何かということを確認しておく手持ちのものを確認した上でそこに適切なものは何だろうと当てはめていくこれが第一になります。そしてこここでで読み取るところですね、えー。一つは、 国民,教えー、国民全体の教育じい意思であると実現されるべきものは国民全体の教育意思なんだけどもこれは結局法律制定を通じて具体化されると。ということは、えー、その法律においては公共に教育において何とかについても包括的に定めることができる。でしかもここ「また」っていうのは並列の言葉ですよね。 行政教育機関も法律の受験さえあれば広くこれらの事項について決定権限を有するとこれは並列の言葉ですからこれらの事項というのがまあこの「あ」のところにも入るということですね。にについて包括的に定めることができ、法律のの受験にに基づく限りこれらの事項について決定権限を有すると。ということはこれらの事項が「あ」に入るとじゃあこれらの事項なんだかということをまあ見ていけばいいわけです。 でこれをちょっと下をずっといくと、えーまあ、入りそうなのというとですねでもちろんここで入らなくても、えー、下のところのここに、ね「子どもの何とか」についてはこちらにあります「あが」がここで入ればいいんですがただここだとどうしても子供「子どもの学習権って入れたくなっちゃうんですよね。なので、まあ、ここは一番最初で読み取った方が読み取りやすいかなというところではあります。さて、えー が入ったところでその下の見解ですね他の見解はというところから見ていきましょう、えー、子どもの教育は憲法26条の保障する子どもの教育を受ける権利に対応する対するまあ、責務として行われるべきものでその責務を担うものは親を中心とする国民全体親を中心とする国民全体が決めるべきだという話ですでそれゆえまた、えー 教育、ね、基本法10条1項も教育は国民全体のうんとしているとでしたがってえ権力主体としての国の子どもの教育に対する関わり合いは右のような国民教育義務の遂行を、えー、側面から醸成するための何とかに限られると。ですかえー ここの「意」についてはこの「国民の教育義務の遂行を側面から助成するものが入ると助成するものって何だろうというところ視点で見ていきます。そうするとまあ下にいった段階でざっと見ていくと何が入る所条件の整備ですね、まあ、内容を決めるんじゃなくて条件をその内容は子どものですね教育をごめんなさいこのような責務を担うですね。 親を中心とする国民全体でこの親を中心とする国民全体が、まあ、内容は決定してでその条件整備を国がしなさいという意味合いになる,なるわけです。でまあ、子供のあ、先ほど入りましたが教育の内容及び方法については国は原則として介入権能を持たない。 で教育はその実施にあたる機関がその何とかとしてのあごめんなさいその実施にあたる教師がですねその何とか人としての立場から国民全体に対して教育的、えー、文化的責任を負うような形で決定遂行すべきものでありと書いてあります、えー、その実施にあたる教師がまあ、えー、教育内容これは親のね。 この子どもの教育を受ける権利に対する責務として親を中心とする国民全体が教育義務の共同化として行うべきただそれを実施するのは、えー、教師が実施すると。でどういうい立場から という話ですね。ここはあくまで国に教育内容を決めるという話ではないので監督者とかそういう、ね、教師が監督者としての立場からとかそういう意味合いの言葉は入らないと教育の専門家としての立場からという、ね、中立的な政治色を持たないものあのような用語が入るということがわかるかと思います。で,でこのことはまた絵ですね最後。 学問の自由の保障が学問研究の自由ばかりではなく何とかも含むと。で何とかは教育の本質上高等教育のみならず普通教育におけるそれにも及ぶと返すべきことによっても裏付けられると。学問の自由の保障については学問研究の自由それから学問の研究の発表の自由そして教授の自由と。 えー、3つあります。そしてまあ生徒的保障として大学の自治とでここで問題となっているのはえー。何とかは教育の必要。高等教育のみならず、普通教育における。それにも及ぶと返すべきで、高等教育だけでなくて、普通教育においても。 あるかないかが争われているものというのは何か。先ほど開けたうちの、えー、研究でもなければ研究発表でもなく教授の自由ということなのでここには教授の自由が入るということになります。さて、えー、次の問題に移りたいと思います。えー、問題の四十二ですね。えー、っとごめんなさい。 これはあの君が代訴訟で一見憲法かと思いましたけれどもこれはやはり行政法の出題になっておりますまず最初に、えー、先ほど申し上げたように下のキーワードを見ておきますそして上に行くとで最初あ本件なんとかはこれは本件で読んだ段階で I が入るわけないんですよねで、えー、大事なことはですねこの空欄があったらその後ろをヒントにして前に遡って見ていくと。 いいうこことととになりりますすす最初のところは割と分かりやすいです本件なんとかは学習指導要領を踏まえ行政機関である当教育委員会が下級機関であるえ校長の慌て人として職務権限の行使を指揮するために指揮するために発出したものであると。え行政機関 上級行政機関が下級行政機関に出すものといえばもうこれあの行政、えーまあ、通達ということになりますね。19番の通達が入るとじゃあ次「い」ですね何が入るのかちょっと見ましょうか。 消します、ね、で本件以の何とかを、えー、待たずに当該、えー、通達によってここの職員に具体的な義務を課すものではないまた何とかにはあごめんなさいここには通達ですね通達には校長に対し本件何とかの配置 発出の必要性をを基づける事項を示すとともに教職員がこれに従わない場合は職務上の責任を問われることを周知を命ずる旨の文言がありこれらは国家斉唱の際の規律斉唱またはピアノの伴奏の実施が必要に応じて何とかにより確保されるべきことを前提とする趣旨と解されるものの、えー、本件何とかの発出を命ずる旨及びその範囲を示す文言は含まれておらず。 え具体的にどの範囲の教職員に対し本件何とかを発するかなどかについては個々の式典および教職員ごとの個別的な事情に応じて各校長ののととかに委ねられれているるものと解される、えー、文章が長いので読みにくいですがこう何度かこう発出という言葉が出てきましたよね。ここい発するか否かとなると「い」というのは発するものだなということがわかります。 そして、えーこ,ですね、この発するかなどについては個々の式典および教職員ごとの具体的な事情によって各校長の何とかに委ねられているということは校長が発するものだとそういったことそういった観点でずっと下を見ると、まあ、ここはまあ懲戒処分かなということが分かるかと思います。で特にです、ね、分かりやすいのは このうん、あちょっとごめんなさいねねここです、ねえー、と各校長のちょっと見えにくくなっちゃってるんですけどもここですね絵に限定されておらず本件何とかの違反について教職員の責任を問う方法も何とかに限定されておらず、えー、訓告や注意なども含みうる表現が取られておりありますね。 ということはこの違反っていうのは違反の中にはまあこういうものも訓告とか注意なんとかこの違反すると訓告とか注意とかはそういうことも、えー、によってまあ責任を問われるものだなそういう種のものだなということが入ります。ですからまあここに懲戒し、えー「職務命令と」とごめんなさい職務命令という言葉が入るということが分かります。そしてこのう については、そういった職務命令発するものですね。ここの。各校長の何とかに委ねられているまあ、これは裁量に委ねられているということになります。そして、えー、この？その長ごめんなさい。職務命令の。違反について、教職員の責任を問う方法も、えー、何とかに限定されておらず、訓告や注意なども含み。る ということは、結局、えー、ここにはですね、訓告や注意の類のものですね。責任を問う方法が入るということがわかりますから、責任を問う方法を下で見たときに、何かというと。まあ、これは懲戒処分ということになるわけですね。で、このようにあったときに、あの、例えば、この問題ですと、あはいくつかありますし、いも複数ある。えー、うも複数ある。 これを、えー、最初あだったらもう最初にまあこれは入りましたけどもここのいで入れようとしないということですねどっか入れやすそうなところで入れていくというところを、えー、やっていただくといいかなと思います、えー、ちょっと難しい問題だとと思いますそして最後ですねあごめんなさいちょっと失礼します四十三番いきましょう、えー、これが非常に難しいですね ででなんで難しいのかというと文章が短くて穴がたくさんあるから文章が長いというのは何かこう作業がたくさんある,あ,あるようで嫌な感じがしますけれども実はああの文章ががが長い方がたくさんヒントがあるわけですねところが短いとヒントになるところが少ないでしかも穴がたくさんあると、まあ、それだけ文章がないというところで読み取りにくい。私もですね初見の時は何のこっちゃと、えー 途中まで何のことか分かりませんでした。で,で,何で分かったかというとですねここですねポイントはこの概念は国家なんとか法のとる制定法上の何とか概念であるとこれ法律名が入るとで国家とくれば国家行政組織法なわけです19番が入るとで行政組織法上の偽装概念であると。 これちょっとずるいずるいと言ったらいけないんですけども国家行政組織法で穴がまあここでさかのぼってですね読んでいってここで、ま「あ」が入ることによって、まあ、最初にさかのぼって、まあ、意味を汲み取っていたと。で行政組織法上の基礎概念である何とかは大きく2つの類型に分類して理解されていると。 1で一つは行政したいとその外部との関係を基準として捉える作用法的なんとか概念であり、えー、例えばもうどんどん読んでいっちゃった方がいいんですね、えー、行政処分を行うなんとか行政処分を行うところは何かというとこれは10番の行政庁が入りますでその権限の属する事務の一部をそのなんとかである職員に委任すると行政庁が事務の一部を委任するのはどこか補助機関ですね補助機関である職員に委任すると。 そうするとこの例えば以下がですね、あごめんなさい。この例えば、こっから先が埋まるとこのいの概念が、あ,あこれは行政機関の概念だろうな、作用法的行政機関概念だろうなというところが入るということになるわけです。こう順番がね、えー、入れる順番、ここが入って、次にこのま例えば以下を入れて、そして最後この作用法的にこう入ってくると。 順番に入れたいのが人間なんですがそれを我慢するということが必要かと思います。ということでここで一旦多種選択式については終わりにあごめんなさい多し選択式にですね終わりにしたいと思います。